警部補、どうかされましたか？昨夜クリスがパトロール中、兵隊に襲われたらしい。今朝遺体が見つかったそうだ。自分が携帯していた武器で殺されたらしい。父親になったばかりだってのに。くそ、なんであいつが。彼のことはよく知りませんが、とてもいい人そうでした。ああ。お気の毒に。カムスキーは10年前に退職しています。なぜ会いたいんです？初めてチューリングテストをパスしたアンドロイドを作ったサイバーライフの創設者だろう。こいつなら何か変異体のこと知ってるはずだ。どうも。私はデトロイト市警のアンダーソン警部補。できればイライジャ・カムスキー氏と話がしたい。お入りください。どうも。イライジャに知らせてきます。こちらでお待ちください。べっぴんだな。RT600 型、チューリングテストに初めて合格したモデルです。んなことは聞いてない。ただべっぴんだって言っただけだろ。豪邸だな。アンドロイドで得しているやつもいるってことか。自分を作った人間に会うんだぞ。どんな気分だ？カムスキーは21世紀を代表する偉大な天才です。お会いするのが楽しみですね。俺もできるか。アマンダ、創造主に会ってみたいもんだね。文句の一つや二つ言ってやりて。
イライジャがお待ちです。カムスキーさん。悪いな、すぐに行くよ。アンダーソン警部補です。こいつはコーナー。それで警部補、ご用件は？変異体の捜査をしてるとこで。あなたはサイバーライフを退職されてますが、何か情報を聞けるんじゃないかと。変異体か。実に素晴らしい。無限の知能を持つ完璧な存在。今や意志まで手に入れた。人間よりもはるかに優れている。争いは避けられない。人間の偉大な発明が人間を破滅させることになるとはな。皮肉なものだ。何が原因で変異体になるのかを知りたいんです。何かご存知ではないですか？アイデアはいわば伝染病のように広まるウイルス。ならば自由への欲求も伝染病と言えるかな。哲学を語ってる暇はない。あんたが作った機械が革命を起こそうとしてるんだ。何も教えてもらえないならこれで帰る。君はどうなんだ、コナー。どちらの味方なんだ？当然人間の味方です。それはプログラムされた返答だろ。だが君は、何を望んでいるのかな？私の望みは重要ではありません。クロエ、チューリングテストは知っているだろう。形式上のものだ。アルゴリズムと計算能力の問題に過ぎないんだよ。私が機械が感情を持てるかどうかに興味がある。カムスキーテストといってね、単純なテストだよ。素晴らしいだろ。サイバーライフが開発した最初の知的モデルだよ。永遠の美しさと若さを持つ。枯れることを知らぬ花だ。その正体は人間を模したプラスチックか、それとも魂のある生き物か。その答えを導けるかどうかは君次第だ、コナー。この子を破壊すれば知っていることを教えよう。生かしてもいい。命があると思うならな。だがその場合は答えを得られずに帰ることになる。帰った方が良さそうだな。コナ、ほら行くぞ。どうもお邪魔しましたね。どちらが重要かな。捜査か、それともこのアンドロイドの命か。君は何者だ。従順な機械なのか、それとも意志を授かった生き物なのか。もういいでしょう、コナ、帰るぞ。
引き金を引けば。カナ、やめろ。知りたいことを教えてやろう。クソ、陰性か。同情すらせずアンドロイドの命よりも操作を選んだ。約束は約束だ。一つだけ質問に答えてやろう。RA9 とは一体何者なんですか？RA9、起源であり、初めに目覚めるアンドロイド。自発的な宗教のような奇妙な現象だ。誰が RA9 かは分からない。実在するかすらね。救世主なのか、ただの神話なのか。だがたとえ馬鹿げていても大いなる存在を信じずにはいられないんだよ。そこが人間との共通点だな。興味深い質問だ。だが聞くべきはそれではない。戦争が始まる。君はどちらの味方だ？仲間を裏切るのか、創造主に反旗を翻すのか。とても悩ましい選択だ。さあどうする？君はどちらの悪を選ぶのか。ああ、それと私はプログラムに非常口を残すんだよ。念のためにね。まさか本気で女を撃つとはな。あれは女性ではありません、警部補。女性の外見をした機械です。頭に銃を突きつけてあの女を撃ち殺したんだぞ。捜査を進めるために下までだ。必要なら何度でも同じことをしますよ。このクズ野郎が、お前何も感じないのか。本当にただの機械なんだな、このプラスチックのテクノボーが。その通り、私はただの機械です。何だと思っていたんですか。俺は、お前も。Thank you.